さあこのキックを琉球リターンします。リターナー38番、見事なリターンしまして自陣40ヤード付近からの攻撃権を得ました。さあまずは琉球の攻撃から試合が始まる形になります。琉球40ヤードからファーストダウン10の状況に挑みます。インターセプト、ターンオーバー。琉球まず最初パスプレーから入りましたが、なんとこれをクラブアイランズ22番が見事に反応しました。インターセプト、なんと後半最初のプレーでアイランズビッグプレーしまして一気に優位な位置での攻撃権を得ました。ターンオーバー、見事なプレー決めましたのはクラブアイランズ22番の堀田、京都大学出身のバイスプレーヤーです。バイスキャプテンプレーヤーです。さあ堀田のインターセプトにより一気にアイランズ優位な形で後半最初の攻撃を得ます。ボールオン相手陣31ヤードの地点からアイランズファーストダウン10。さあ中央へのランプレーから入りました。キャリア23番ハンドオフを受けて中央突破、ブロッカーの勢いもありますでしょうか。ゲイン3ヤードを奪っています。キャリア23番は金城、江南大学出身のプレーヤーです。アイランズセカンドダウン7、ボールオン相手陣28ヤード。ここでスナップをクォーターバックが取り損ねました。幸い自ら抑えておりますが約2ヤードロスという形になっています。なおクォーターバックは11番の旗部に変わっております。九州工業大学出身の兼任コーチ兼任プレーヤーです。エイジ51、51歳のクォーターバックがここで奮闘しています。さあサードダウン9の状況を突破できるでしょうか。アイランズパス不成功。ここでハタブロングパスを投じました。ワイドレシーバーに入っておりました1番内田へのパス、競り合いとなりましたが、しかしこの競り合いの結果パス不成功、パスを叩き落とされました。アイランズフォースダウンの状況に挑みます。アイランズフォースダウン9、プレーを選択します。フォースダウンギャンブルに挑みます。この攻撃攻撃シーンできないと攻守交代になります。この状況にあえて挑みますアイランズ。さあフォースダウンギャンブル、果たしてどのようなプレーか。あえて裏を突くドロープレー、しかしこれは琉球見事なアジャストをしまして4回目の攻撃失敗としました。4回目の攻撃による更新になりませんでしたので攻守交代です。ターンオーバー。ハイランズこのチャンスを好機と見ましてあえてフォースダウンギャンブルという賭けに出ましたが、しかしこれは琉球のディフェンスはつく、このフォースダウンギャンブルを阻みました。従いまして攻撃権移りまして琉球ガーディアンライオンズ自陣31ヤードからの攻撃となります。琉球ファーストダウン10。さあまず琉球もランプレーから入ります。中央へのランプレーを展開しまして琉球約5ヤードのゲインを奪いました。そうですね、年齢51歳でまだ現役を続けるということは素晴らしいことだと思います。それに対しての日々の鍛錬あってのものだと思いますが、私もその年齢と同じにありますので見習いたいものであります。
さあ琉球パスを通します。パス成功、ファースター。クォーターバック7番、ここで左サイドライン際に走りましたランニングバック10番にパスを通しまして攻撃権更新といたしました。琉球ファーストダウンとしています。さあ琉球陣地押し上げます。自陣46ヤードの地点からのファーストダウン点に入ります。ドロープレー、さあそしてランが抜けます。前が空いている。さあ振り切ってタッチダウン。ここで琉球ドロープレー、パスに見せかけたランプレーを、そしてここの時でランプレーにランニングバックに入っていました3番に託しました。これを託されたラン3番、見事なステップワークで左オープンを独走、相手ディフェンスを振り切りそのままエンドゾーンに駆け上がりましてタッチダウンとしました。見事なビッグラン決めました。ランニングバック3番は池口、日本大学出身のプレイヤー、エイジ40。不枠を迎えたランニングバック池口、見事このシーンでタッチダウンを決めました。そして琉球トライ4ポイントは2ポイントコンバージョン、2点を狙います。2ポイント成功、2点獲得をしました。トライ4ポイントでプレーを選択しエンドゾーンにボールを持ち込ますとキックではなくエンドゾーンに入ったことによる2点となります。したがって琉球ガーデンライオンズ28点、クラブアイランズ0点、その差4タッチダウン差としました。なんとか最初に反撃のタッチダウンを上げたかったアイランズ、勝負に出ましたフォースダウンギャンブルをしかし逆手に取れ、琉球さらにタッチダウンを重ねる形となりました。女性様ビッグラン、確かに素晴らしいランプレーだったと思います。さあ琉球この状況、まず後半に入りましょう。まず先手を取る形のタッチダウンを上げました。アイランズはなんとかここで一試合を迎える、まずワンタッチダウンを取りたいところです。このキックオフによって生まれるチャンスを生かしたいという思いを込めているリターナーは23番。さあこの期待に応えられるでしょうか。しかしこのリターン避けるようにしましたが、しかし23番リターン入ります。これをしかし琉球10番が見事なロスタックルを決めまして、このリターン自陣30ヤード付近でとどめています。先ほどのリターンを行いましたのはクラブアイランズ23番の金城、そしてタックルしました琉球10番は小屋でした。これによりましてしかしアイランズ攻撃に入ります。自陣28ヤードからのファーストダウン点。パス成功、ファーストダウン獲得です。クォーターバック11番、ここでワイドレシーバー1番にパスを通し攻撃権更新としました。アイランズファーストダウン、ここでクォーターバックであった内田をあえてレシーバーに起用し、本来は高知県人であるバックアップでハタブをクォーターバックにした2クォーターバックスタイルによってアイランズ攻撃打開を図ろうとしている模様です。さあこれによりまして自陣39ヤードの地点になっています。アイランズファーストダウン点。ナイスダウン、ファーストダウン。アイランズここで中央へのランプレーで一気に突破しました。キャリア23番金城、相手タックルを受けましたがこれを弾き飛ばしセカンドへフォートで攻撃権更新としています。アイランズ続けて2回連続でファーストダウンを取りました。これによりアイランズは相手陣49ヤードに入っています。この位置からアイランズファーストダウン10の攻撃に入ります。
ここはアイランズナイスディフェンス。失礼しました、琉球ナイスディフェンスでした。アイランズ再びランプレーにより中央突破を図りました。キャリアは21番でしたが、これを琉球56番が見事なチャージをしまして約2ヤードロスとしています。見事なディフェンス反応を見せましたのは56番のテルヤ、琉球大学出身のプレイヤーです。レフェリータイムアウト、ウォータータイムアウト、ここでウォーターブレイクが入ります。島谷さんメッセージありがとうございます。トライフォーポイントにおいて2ポイントコンバージョンを狙うというのは一見勇敢なようですが、しかしやはり成功率という点ではキックには劣ります。ただしこれはキッカーの能力にもよるでしょう。またフィールドのコンディションおよびその時の天候によってもその判断は強いられます。これらを考えた上でトライフォーポイントの1点とするか2点とするかといったことは後々引き分けになるかどうかの大きな要因になりますので、戦術上重要な要素になってくると思います。エドワーズ様、ジョシュ様、メッセージありがとうございます。この応援メッセージが選手たちに届くことを祈っています。さあ試合再開となります。アイランズ少し戻されまして自陣49ヤードからのセカンドダウン12で試合再開です。ファーサー、しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。見事なパスプレーでしたが、このペナルティーが果たしてどちらの反則になったでしょうか。ホールディング、オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでしまっていたようです。先ほどのプレーが無効となりまして10ヤードの抜体を強いられます。アイランズ先ほど見事なパスプレーを展開し攻撃権行使になったかと思われましたが、この時にホールディングの反則を犯してしまい結果的に無効、10ヤード罰則を受けさらに交代する形となります。さあ下がりましたが、しかしアイランズ自陣39ヤードからのセカンドダウン22の状況を打開することできるでしょうか。パスは不成功ですが、ここでイエローフラッグ反則が発生しています。パスインターフェアディフェンス25番ディフェンスの反則です。パスインターフェア、パスが浮いている間に相手選手に接触しました。前パスが浮いている間は基本的に双方とも接触をしてはいけません。先ほどパスを取るレシーバーに対し取る前にヒットしたことによる反則となりました。この反則によって反則発生地点でファーストダウン献上という形になります。したがってアイランズ状況がリセットされた形でファーストダウン10となりました。アイランズ窮地にありましたが、先ほどの琉球のペナルティによりまして状況が打開できました。自陣46ヤードからのファーストダウン10。しかしここで琉球ナイスディフェンス。アイランズここでオプションプレーを展開しようとしました。しかしここでランニングバックにピッチを投げた瞬間、これを見計らったように琉球56番が見事な対応でロスタックル、約3ヤードのロスを奪うことに成功しました。見事な反応を見せましたのは先ほどから再々好プレーを見せています琉球ガーディアンライオンズ56番のラインバッカーテルヤ、琉球大学出身のプレイヤーがこの X3 において素晴らしい活躍を見せています。
現在先ほどのプレーにおきまして負傷者が発生しております。その対応のためのレフリータイムアウトが取られています。ビクター様、コメントありがとうございます。先ほどのプレーナイスヒットでした。この素晴らしい反応によるハードタックル、ハードブロックもアメリカンフットボールの魅力の一つです。近年はそのブロック、タックルにおけるヘルメットの使用に関して問題視される点はありますが、しかしアメリカンフットボールの醍醐味の一つであることには変わりません。先ほどはその一端が垣間見ることができる素晴らしいプレーでした。まもなくレフリータイムアウトを解けまして試合再開となります。クラブアイランズ陣地若干戻されまして、セカンドダウン13の状況に挑みます。ボールオンは自陣43ヤード。パス不成功。クォーターバック11番ワイドレシーバー1番へのパスでしたが、このパスわずかにレシーバーとタイミング合わず、パス不成功に終わっています。さあアイランズサードダウン13、厳しい状況ですが攻撃権更新を目指しこの攻撃に挑みます。アイランズサードダウン、インターセプト。ここでアイランズパスプレーに挑みました。クォーターバック1番、それを託しレシーバーにめがけて投げましたが、奪いましたのはこれは琉球29番、インターセプトにより攻守交代となりました。ターンオーバー、見事な反応でインターセプトしましたのは琉球29番中村、城西大学出身のプレイヤーです。中村のインターセプトにより攻撃権奪いました琉球ガーデンライオンズ。相手陣47ヤードからファーストダウン10に入ります。これはアイランズナイスディフェンス。琉球まずここをランプレーから入りましたが、アイランズ70何番が見事な反応を見せまして約6ヤードの大きなロスを奪いました。見事な反応によりロスタックル決めましたのはアイランズ22番の堀田、京都大学出身のバイスキャプテンです。さあ琉球セカンドダウン16という厳しい状況、どのようなプレーで挑むでしょうか。パスプレーを展開します。そして抜けました。あ、ですがここでボールをファンブル。さあ先ほどのプレーの判定を待ちたいと思いますが、どうやらボールを抑えていたのは琉球のようです。したがって攻撃権琉球大きく前進する形でファーストダウン継続という形になります。さあ大きな前進になりました琉球、相手陣深い位置からのファーストダウン点に入ります。さあ中央へのランプレーを展開した。キャリア10番密集点つきましたが、しかしこれはアイランズディフェンス反応し2ヤードにとどめています。三波様、先ほどのプレーヒヤリとするシーンでしたが、幸い幸運にも自らが抑えていたようです。さあ
琉球セカンドダウン8。パス不成功。クォーターバック7番ワイドレシーバー14番のパスでしたが、このパスはカバーされていてパス不成功に終わっています。ここまで琉球が試合の主導権を握っておりますが、しかしここに来てアイランズもディフェンス踏ん張りを見せています。さあ琉球サードダウン8の状況になりました。キュービーサーク。ここでクォーターバック7番エンドゾーンへのパスを投じようと身構えましたが、この隙を見計らってアイランズディフェンスが吸収、そして最後はディフェンスライン22番がキュービーサックを決め、約4ヤード6ヤードのロスと変えました。サック決めましたのはアイランズ22番のホッタです。琉球フォースダウン14となっていますが、しかしプレーを選択しました。フォースダウンギャンブル。パス不成功。ここでなんと琉球タッチダウンを狙うためにフォースダウンギャンブルで一気にエンドゾーンへのパスを投じました。しかしこれはアイランズも負けじと必死のディフェンスを見せまして、このプレー不成立としました。パス失敗により4回目の攻撃失敗となりましたので、攻守交代となります。ターンオーバー。アイランズ琉球の攻撃の猛攻を見事に防ぎまして、この攻撃権奪い返しました。さあ転じてアイランズの攻撃に変わります。アイランズ自陣22ヤードからファーストダウン10。さあまずランプレーから入ります。ランニングバック21番に託し、右オープン展開しようとしましたが、しかしここで琉球のディフェンス集まりよく約2ヤードロスという形になっています。ここで第3クォーター終了となりました。第3クォーターを終わりまして、琉球ガーディアンライオンズ28点、クラブアイランズ0点、琉球4タッチダウンリードで第4クォーター最終クォーターに移ります。